今日開会した金沢市議会9月定例会。現在準備を進めている市民サッカー場ですが、先般津江県金沢から申し入れのあった2024シーズンからのホームスタジアムとしての利用についてはこれを受け入れることとし、にぎわいの創出やスポーツ文化の醸成につなげていきたいと考えています。村山市長はこのように述べ、建設中の新しい金沢市民サッカー場が2024年のシーズンから津江県金沢のホームスタジアムになる見通しを示しました。新金沢市民サッカー場は金沢市磯部町の城北市民運動公園に総工費およそ79億8000万円をかけて金沢市が建設しています。北陸初となる J リーグ規格のサッカー専用スタジアムで、完成は2023年度の予定です。スタジアムは最前列からピッチまでの距離が最短7メートルで、迫力あるプレーを間近で見られるのが特徴です。津江県金沢は今年5月市に要望書を提出していて、これに対し金沢市は市のサッカー協会や県の承諾を得られたとして受け入れを決定しました。プロの試合を身近に感じていただく、そのような環境ができればというように思っております。子どもたちの夢を見せてもらいたいというように思っています。これを受け津江県金沢は来年6月のライセンス申請でホームスタジアムを変更する準備を進めているということです。西川圭司ゼネラルマネージャーは、新しいサッカー場は客席までが近く、ホームの声援が選手たちの力になると思うとコメントしています。